でも受験難しかったな。結構かなり難しかったよな。え？いや前回簡単って言ったのはさ、あれや、あれしょ。お前、さ嘘に決まってんだろお前。ああいうこと言っとけばよお前。キャー、古賀さん、あんな難しいクエスト簡単って言ってるの素敵ってなるだろバカ野郎お前。それくらいわかるだろお前。え？本当に、うん、頼むよちょっと。それぐらいはさ、ちょっと。そんな全部真に受けんなって、信じんなって、本当にな、本当にな。またかよもう。はい、ということでね、やっていきますよ、これからね。フォロワーさんね、ちょっとね、デザートタイム、被ってしまったんでね、ちょっと、ご容赦ください、本当にね。はい、ということで、どうですか、皆さん、呪い、受験どうでした？これね、一番上は、まあ簡単。で、真ん中ちょっと難しかったね。土偶ね。あれ結構難しかった。でね、この新武器ね、全部強いでしょ。ね、割と全部強いよね。これがね、本当にね、僕はね、欲しいわけですよ。ジエルがね、今本当に、248個あるから、これでなんとかね、まあ、ちょっと回そうかなと思ったけども、やっぱアンナちゃん控えてるから、来るの分かるじゃないですか、アンナが来るのどうせ。アンナちゃんが来るのどうせ分かるんでね。まあ、それまでね、貯めておこうかなと、思います。はい。ということでね、やっていきたいと思います。フォロワーさんにね、今日も。話しかけていきますよ、本当にね。うまいっすね、やっぱりこれは。これやっぱね、ソフトクリームってやっぱ、夏はやっぱソフトクリーム食わんと始まらんでしょ、やっぱり。これ食ってから夏は始まりですよ。だから僕の夏は今からです。正直ね。あ、というかね、これ、どうしてます皆さん、これ。これね、もう決まりでしょ、アンナで。ね。これ、アンナで決まりですよ。本当にね。アンナというか、まあ、アンナ、ミラ、他は忘れました。アマリか。アナさんか。マイか。ということでね。まあ、もう、アンナちゃん確定なんで、ちょっと、まあ、ゆっくりまったりね、待とうかなと、思ってます。はい、ということでね。やりたいと思います。ホラーさんに話しかけていきますよ。俺だって。すごいな。ミルクティーさん、フォローありがとうございます。日々練習ですと。ランク250ですよ。すごいな。これ、えぐいですよ。正直、250って。そんな人でも日々練習しなきゃいけないっていう、この、白猫の奥深さ。これやっぱね、見習わなきゃいけないですね。本当に。本当にね。しかも、まあ、ミルクティーって、俺が大好きな飲み物。くしくも、俺が大好きな飲み物。なんでね、まあ、皮肉ですよね、これは。皮肉なもんですよ、運命っていうのは。まあ、そんなミルクティーさん、俺はね、一緒にこれからね、頑張って、やっていこうかなと思いますから、どうぞ、今後とも、ごひいきに、学校を。はい、ということで。次、K さんね。KEY さん。フォローありますます。受験が一番、使えるキャラってなんだろう。まあ、要は受験が一番合うキャラか。やっぱ、ミラとかかな。でもね、俺もいろいろ手持ちキャラで試したんですよ。受験。なんかね、やっぱね、ミラ、攻撃力が低いんでね、やっぱり受験装備させてもね、なんか驚くぐらいの火力が出るかといえば、そうではない。そうではない。元々の攻撃力が確かあれ400、違う。受験装備させて、500届かなかったような気がします。チャグマミラはね。でね、クライブはね、800近くまで行くんですよ。そうなんですよ。だからね、まあ、ミラでも合うでしょうね。回復できるんで。ミラか。俺はクライブに装備させてますけど、今んとこね。なんだろうね。まあでも、クライブめっちゃ強い。攻撃力800ですよ、これ。カスミンさん、ホローありがとうございます。チャンクスだけしかいないので、受験は厳しい。
シャンクスかー、ちょっと厳しいですね。しかもレベル1じゃん。絶対嘘でしょ、これ。そんなことある？あげたいぐらいだよ。使ってないやつ。まあね、チャンクスでも、最悪。チャンクスってやっぱちょっと厳しいかな。やっぱ星4。最低でも星3、シャロンとかがいればなんとかなりそうな気は、しますけどね。なんとか当てましょう。早いとこね。次、レオさん。どうせみんなミラーアンナ求めでだろ。超くだらねえじゃん。つまんねえ。まあ、なんかちょっと激おこですね。ちょっと、ご乱心のようですけども。まあ、しょうがないでしょ、こればっかり。俺も、各言う俺もアンナ狙いなんでね。アンナがいなければ俺もあのチームに投票してませんから。まあ、それはね、その辺はしょうがないですよ、やっぱり。やっぱ運営さんが多数決で決めようっていう風に決めてしまったんでね。こればかりはまあ、どうにもならんと。運命ですよ、ほんと。これも運命からですよ、ほんとにね。はい、ということでね。まあ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 。まあでもしょうがないっしょ、これは。チームにしなければ、俺は、アンナだけに投票できたけども、アンナがいるからね、あそこに。あそこにアンナがいる。そこにアンナがいれば、俺も、そこに投票しますよ。プルルのしずくさん。俺、あいつだ、理想を超えるのは一体いつだと。久しぶりに来ましたね、しずくさん。プルルのしずくさんね。久しぶりに来たな。ビート刻んできましたね、ビートね。なかなかやっぱハイセンスだよな、しずくさん。プルルンっていうだけあるよな、本当にな。ずっとプルプルしててほしい、ずっと本当に。おでんさん。流れに任せてコリンちゃん4突しました。コリンの時代だね、と。コリン、関連があるから強いよな、本当に。関連、SP も割と高いんだな、これ。いいですよね。コリン、結局使わなかったな、俺、呪い剣で。何をやっぱ一番使ったかというとね、やっぱクライブ。新規クライブと、ソフィーと、ギルサンダーもそんなに使わなかったけども、ちょくちょく使う感じ。主にソフィーと、クライブで制覇しましたね。ゆゆさん。受験明日中に完全を完成するんですね。武器ガチャは闇と。まあ、武器ガチャはね、今でもやっぱ健在ですよ。あのライオン丸の意地の根性の悪さはね、本当に。まあでも俺はそんな、最近ちょっとね、ライオン丸さんとね、仲いいんで、あの、ライオン、クソライオン丸とね、仲いいんで、最近ちょっとあの、めちゃくちゃね、出してくれてはいるから、ちょっとあんま文句言えないんですけども、イチゴールさん、花吹き狙ったらメルクリオモチーフ来た。これは嬉しい子さん。メルクリオモチーフは本当にマンティコア戦に大活躍です、あれはね。あ、でも、あのね、別にスキルしなくてポンキャンしてれば勝てるけどね、基本的に。てか、クライブでご利用しで勝てましたからね、基本、状態以上にしなくても。つけまさん、ほら、あります。つけまつげー、ということでね、はい。あ、ディーネだ、ディーネも強いからね。みかんたっぺよーさん、ほら、あります。10段累計経験値50万。11段に必要なの50万。おかしいよね。これおかしいよね、ほんと。ちょっとね、上がりすぎなの。なんで今まで集めた経験値をもう一回集めてやっと1段上がるってシステムなの？おかしいでしょ、どう考えても。俺も11段とか絶対、10段がまず無理だからな、俺は。ゴロゴロニアさん。帰省したら弟2人と、妹が白猫やってたの。から、ガーコ動画布教した。ありがとうございます。まあ、あまりね、人に勧める動画ではないんでね、まあ、ちょっとまあ、なんとも言えないとこなんですけども、まあ、多くの人にね、見ていただけるということは何よりも、幸せなことだなと、僕はつくづくね、感じておりますよ。今ね。にゃん、ゴロゴロさん、ありがとうございます。次、チンカス侍さん、受験ちょろすぎ、1時間半でできたと。本当にね、多分、いけるよね、これ、本当に。俺もそう思うもんだって、世界史だとマクマルさん。
白猫やりたいのに、休日出勤しかもう、休日出勤しかも残業、バカじゃねえのって話。本当にね、俺も危なかった。今日土曜日ね、もしかしたら出る可能性あったからね。今日じゃねえ、もう昨日だわ。明日からもう仕事じゃんかよ。思い出しちゃったよ。ケアさん、受験完成しました。今回は呪いシリーズで一番イージーだったん。と。まあね、やっぱみんな思うことは一緒ですかね。うん。ちょっとね、ハードルちょっと下げすぎたよね、今回ね。あずみんさん、九島以降、確定してる状況で島に接する勇気がないと。でもね、それを言っちゃ、まあ、どこまで出るかわからんしね、島に関しては。まあ、まあ、いつやっても多分後悔しそうな気はするけど、まあ、旧島出てからでもいいんじゃないかな、ここまで待ったんならね。うん。エクセリアの時にやらなかったら、もうここまで待ったらもうあんまりいいでしょ。ね。わじじさん。なぜチーム戦にしたのかと。ね。個人だったらやっぱり、でもね、チームにするからこそ、生きてくるキャラもいますからね、やっぱり。だって、アナザーとか、チームにしなかったら、絶対復刻無理ですからね、アナザーとか。そう。だから、そういう意味では、まあ、チーム戦にしなければ復刻できないキャラが出てくるというメリットはありますよね。うん。柴猫さん、受験完成、楽勝だね、と。マジ楽勝だった。ガンホーガンスさん、小川さんいつも動画見てます。ありがとうございます。受験終わるの早すぎと。うん、なんだかんだね、まったりやりますとか言いながら結構急ぎ足でやっちゃったからな、俺。本当に。まあね、結構ね、サブミッションとかも、サブミッション、一人で全部クリアできるレベルでしたからね、本当に。全部できました、一人で。今回ほとんど協力してないもんな、受験。本当に。うん。しかも全部、協力したのも全部番号貼ってもらってやったから、そう。これね、もう全部もう一人でできるレベルで。今までのね、呪いイベントだったら考えられないんですけど、弓とかも拳とかも全部やってもらったわけじゃないけど、まあ協力なしでは不可能だった、レベルだったんですけど、俺の中でね。今回はこれ一人で自力で全部できてしまうっていうね。まあ、剣士がやっぱ俺結構使いやすい、やっぱり。剣士がやっぱ好きなんです、俺。うん。というのもあったのかな、ちょっと。うん。はい、ということでね、今回はね、うん。うまい。まあね、こんな、アイスを食ってる余裕は、一切本当はないはずなんですけども、ちょっと買っちゃった。ちょっと買っちゃったんです、これ。ちょっと我慢できなかった。やっぱ甘いもの、甘党なんでね、ぶっちぎりの。やっぱりちょっとね、日々甘いものを摂取していこうかなという心構え、意識、持っていこうかなと。何言ってるか分かんないですよね、正直な話ね。まあいいんですよ、俺も何言ってるか分かんないんで。うん、はい、ということでね、今回は、この辺で。てかね、剣士アクションいつに来んの？せめて呪い剣に、このイベントに合わせてきてくれないとさ、タイミングちょっと逃しちゃったんじゃないこれ。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしよう。それでは、終わりにしよう。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 